立憲民主党福山哲郎、安倍首相の記者会見批判で枝野幸男にブーメラン。本日、立憲民主党の福山哲郎さんが安倍首相の記者会見について、非常に不誠実な対応だったのではないか、厳しい質問されても答えられない状態で会見に臨んだのではないかと主張してしまいました。こちら、安倍首相の記者会見において、最後の質問が終わった後に、さらに質問が要求されたため、その質問は認められず、質問が打ち切られたことになってしまっておりますが、最後の質問が終わった後に質問を認めてしまったら、永遠に会見が終わらなくなってしまいます。またこういった質問の打ち切りが問題だというのであれば、そもそもですね、立憲民主党の枝野幸男代表は、記者会見が少なすぎると記者から批判が出ておりますので、質問する機会を与えない立憲民主党は、枝野幸男さんはどうなってしまうんでしょうか。記者には質問する自由はございますけども、それは絶対的な権利ではございません。立憲民主党には、福山哲郎さんには、安倍首相の記者会見を批判するのであれば、せめて枝野さんの記者会見の回数を安倍首相と同じレベルまで増やしていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。